中村しおりは、日本の食育普及活動家、教育者、料理研究家、アートディレクター、イラストレーター、イベント企画、エッセイスト、絵本作家、演出家、ラジオパーソナリティ。株式会社クレバーエンタープライズ所属及び、一般社団法人日本食育、ヘッドカレッジ代表理事、農林水産省フードアクション日本。 ファンバサダーゴールド移植、一般社団法人全国日本調理技能士、連合会客員講師。鹿児島県鹿児島市出身。上京後、東京都目黒区にあるスペイン料理店で接客から調理までのすべての業務を担いながら、料理や店舗経営を学んだ。2011年、トータルボディセラピストの養成学校へ通った後、リラクゼーションサロンでセラピストとして勤務した。 中村は美容に関する講師及びワークショップ等を通して食に対して興味を持つ。2005年に日本で成立した食育基本法が世界的に見ても前例のない法律として注目されていることを知り、食育の普及を開始し、現在は大人の食育セミナー、地産地消支援、食文化の継承、商品やレシピ開発等、食育スペシャリストとして、 多岐にわたる活動をしている。リラクゼーションサロン時代に全国300店舗の売り上げランキングに名前が掲載されるなど好成績を収めた。食育スペシャリスト中村しおりの名前は、中村自身が食育という言葉を広めたいと思い、考えたものとされる。中村によると、まだ日本では食育という言葉の入った名前の人がいなかったため、食育スペシャリストを名字とし、 中村しおりを名前としたとのこと。また、自己紹介の時に、食育スペシャリスト中村しおりと名乗れば覚えて、もらいやすいとひらめいたことに由来している。ありがとうございます。